ひまわり娘は自然豊かで魅力的な船橋を拠点とし活動、多方面で PR 発信しているアイドルです。さあそれでは皆様大きな拍手でお迎えください。ツッキュンラブ。ずっと夢見ていた未来がほら、じゃあちょっと興奮するね。もうやばいですね。もうちょっとさっき飛行機飛んでるってやったよ。やってたやってました。
皆さんもこのお足元の悪い中来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お足元悪いかな。ちょっとさ、天気が悪いそうだし、そうごめんね、そんなにごめんなさい。さっきの曲は可愛い感じの曲だったんですけど、次はちょっと違う感じの私たちをクールな、ね、そう感じでいきましょう。それでは聴いてください。神話にもなれないまま。寝た。
ありがとうございます。ありがとうございます。あ、最後に、はい、私たちのデビュー曲、はい、告知します。告知してから歌いますね。次の出演情報です。はい、あさって7月7日七夕の日にアイドルダービー会を渋谷のテイクオフ7にてライブを行います。そして来週の13日土曜日には千葉駅で参議院選挙啓発イベントに参加します。参議院選挙のイベントです。イベントに出演します。そして7月の14日日曜日は船橋のアンデルセン公園のミュージックイベントに参加させていただきます。そちらもぜひ遊びに来てください。はい、詳しい詳細は船橋ひまわり娘公式ホームページ、公式ツイッター、メンバーそれぞれのツイッターとインスタグラムに載せますのでそちらご覧ください。はい、ショールームも毎日配信しているので、はい、そちらもぜひぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。お願いします。最後に私たちのデビュー曲のこの街で君とを聴いていただきたいと思います。船橋のたくさん場所が出てくるのでぜひぜひ当ててみてください。はい、では聞いてください。この街で君と。太陽が暖かく街を照らすと君に会える今日がやってきた。たった今日で
船橋ひまわり娘でした。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵なライブ、本当に可愛くて私も見ながらキュンキュンとしてしまいました。ありがとうございます。そう、この女子アナという仕事は実はアイドルの裏側も見られる仕事でございまして、ただですね、本当に私が船橋ひまわり娘さんが大好きな理由が一つありまして、4月ぐらいにララポートで実はステージご一緒させて、はい、いただいたことがあるんですけれども、その時あのエレベーターで私も私服に着替えてほとんど化粧も落としてちょっと別人になってくったりしていたら、もう3人が止まって、お疲れ様ですって元気いっぱいだったと、もう止まって挨拶してくれて、あ、裏側もいい子たちなんだなと思ってからファンになりました。ありがとうございます。というご報告まででしたが、さあそれではですね、せっかくあの船橋で活動をされているということで、船橋の魅力のことを教えていただけますか。はい、船橋はですね、私たちのキャッチフレーズにもなってるんですけど、自然豊かで魅力的というのがまず一つですね。そして交通便もとってもいいので、東京にも出やすくて、駅の近く、それかさ、駅からちょっと離れたところでもすごく便利なところです。大型のショッピングモールもあって、ララポートと、先ほどお話されていたララポートとか、あと大きいイケアとかもあったりして、インテリアとかもたくさん揃えられたり、ショッピングも楽しい場所ですね。あとは歌詞にも出てくるアンデルセン公園だったり、遊びに行ける場所もたくさんあるので、いいところだなって思ってます。じゃあ本当にもう東京から気軽に行けて楽しいスポットがたくさんあるところということですね。はい、さらに船橋に行けば3人に会える可能性も高い。そうですね、あります。歩いてるかもしれない。さあそれでは最後に皆様に、ご来場の皆様にメッセージをお願いできますか。はい、私たち船橋ひまわり娘は歌とダンスで船橋の皆さん、そして全国の皆さんを笑顔にしていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。船橋ひまわり娘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あちらのブースで物販の方始まりますので、ぜひそちらもお立ち寄りください。